はい、こんにちは、てるさん。はい、こんにちは。こんにちは。はい。今回はですね、海藻を守ろう、カジメの種まきっていうのの、はい、事前調査と、はい、事前のちょっと準備に行ってきました。はい。はい、僕はちょっとツアーの方に行っていて、はい、参加できなかったんですけど、そうですね。はい。はい、あれですよね、要は、カジメの種を取って、はい、ないポイントにそのカジメの種をバッグに入れておくことによって増やそうという企画ですよね。そういうことです。はい、まさにです。で、今葉山のこれビーチなんですけれども、入るとアイゴとかがこうやって、海藻を食べに来てたりします。はい、はい、いやこの間俺ゴン太郎の動画作ってあげたんですけど、はいはい、なんか群れがいるって、もう 20〜30匹のアイゴがいました。人が来るとなんかこうバーって逃げちゃうから、なんか先頭の人だけ結構見れるパターン多いですよね。ああ、そうですね。はい、だからこのアイゴに関してはあれですよね、このこちっちゃいアイゴが出てくると思うんですけど、はい、ダイビングポイントでいっぱい入っているポイントの方が海藻があって、いっぱい入ってあんまり入らないポイントの方が海藻がないっていうのは、はい、人間が入ってくることによってアイゴが逃げて、はい、海藻が僕食べられないんだなって思ってます。なるほど、はい、食べるっていう余裕がないっていう、はいはい、だからダイビングに、海藻に関してはダイビングで入った方がポイントが荒れないっていう傾向が新しくあると思います。なるほど、はい、で、その種なんですけれども、はいはい、水中で見るとこんな、はいはい、ちょっと色が変わってる、はいはい、ところが、カジメの種になります。はい、はいはい、でこんな感じでいっぱい取ってきました。いっぱいというか、これはまあ調査なんで5枚ぐらい取ってきて、うん、はい、今回も同じスパーバッグっていう種が出やすい網の中に入れて、はい、入れるんですけれども、ロープを、その海藻のないポイントにこうバッテンにして貼ってきました。まず張り巡らして、はい、でこのロープに、そのスパーバッグを今度その当日に、つけていく。種のやつをここにつけない、カジメがないところのこのロープにつけていくってことですね。そういうことです、はい、こんな感じで、はいはい、みんなでつけていこうっていう、はい、イベントがあるんですけど、はい、第2弾でそれは紹介させていただきたいと思います。わかりました、はい、今回はそのじゃあ下準備に行っていただいたっていう時の映像ってことですね。そういうことです、そういうことです、はいはい、じゃあぜひ本番をまた楽しみに、はい、そうですね、はい、はい、頑張って作るので、はい、見ていただけたら嬉しいなと、はい、思います。わかりました、はいはい、もうちょっとだけあるかもしれない、すいません。なるほど、まあね、こうやって、はい、回数増えたらいいなってことです。そういうことですね。、はいはい、じゃあお楽しみにしていてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。